拍手でお迎えください。9月6日に達成した斉藤哲也選手、そして斉藤武選手、11月11日に達成しました飯村芳典選手、12月3日に達成しました河合隆一選手、お仕事でお邪魔させていただきます。続きましてアジアリーグ通算100試合を達成した3選手です。まずは10月17日達成近藤光義選手、10月18日達成古来拓人選手、11月22日達成岩本の達馬選手、そして12月26日に国内トップリーグ通算450試合、これはキーパーとしては最多春名正人選手、そしてアジアリーグ通算200ゴール1月24日達成斉藤武選手、斉藤武選手はすでに団長におります。そしてアジアリーグ通算300試合達成お疲れ様でした福澤直哉選手、拍手が上がります。そしてアジアリーグ通算200試合達成、そして翌日の31日に300ポイントを達成しましたデイブ・ポンク選手、そして最後に2月18日に国内トップリーグ通算前人未到の700試合を達成いたしましたミスター日光高橋純一選手、照れちゃう。
見てね、はい、今日ここで退場ということになってしまうんです、はい、あのちょっとね、最後皆さんに、まず皆さんここでメッセージをもらっておこうと思いまして、ね、はい、Thank you very much for all the support, and I look forward to next season and building on this season. 1年間あの応援してくれてありがとうございました。で、来シーズンの方があの楽しみにしてますので、楽しみにしてることは来シーズン見てくれるんですね。なぜと思うかもしれないですけど、今一言